どうもショペです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見ている人は、結構会社員の方が多いと思うんですけども、まあ、こう1ヶ月働いてお給料が入ってきましたと。でそのお給料をどのように皆さん使っているでしょうか。僕の大学以来の知り合い その銀行員で働いている人なんかはすごく有名な投資信託に毎月積み立てしてるとかですね、あと保険会社の営業マンやってる人は毎月保険で積み立てしてるとかですね、まあ、そうやってこう貯金をしてたり、土日になったらその会社の人たちとどっか遊びに行ったりとか、あと別に僕の友達にいるわけではないですけども、営業マンの人なんかは月火水木金で飲み会に参加したりですね、本当肝臓大丈夫って思うんですけど、あとは自分の趣味ですね、釣りが好きだったら釣り行くためのこう旅費だったり、その道具にお金をかけたりですね、あとはその女性の方なんかは美にお金をかけたり、まあいろいろなお金の使い方ってあると思うんです。僕が会社員やってる時っていうのは手取りがだいたい24万ぐらいだったんですけど、そのうちのまず10万円を銀行に現金として貯金をして、であとの約10万円が家賃だったり水道光熱費で消えていって、で残った5万円でもうなんとかやりくりしてるっていう、そういう感じだったんです。で起業してからまあそれなりにお金が使えるように、まあ余裕ができてからですね、まあ僕の場合やっぱガジェットがすごい好きだったので、なんでまあパソコンだったりなんか他のものにいろいろ使っていました、物に使っていました。そしたらですね、なんか物は増えてるんだけどもものすごい孤独だったんですよね。なんか友達と全然会ってないし、自分の夢に向かっていくときに足を引っ張る人たちは距離を置きましょうっていう、断捨離じゃなくて距離を置きましょうっていうことをやったわけなんですけども、そしたらもうほとんどの人が距離を置いてしまってですね、結構孤独になりました。でまあ孤独な状態でもまあしこしことこう仕事をやっていたわけなんですけども、まあ気づいたらっていうか、まあ去年ぐらいからですね、本当にこのまま孤独に死ぬんじゃないかみたいな感じで思い始めて、そしたらなんかちょっとずつこうひがみ感情が出てきたんですよね。電車の中でなんか楽しそうに話してる人たちを見てチェって思ったりとかですね、このままじゃ自分まずいなって本当に思いましたね。そうなのでちょっとそのお金の使い道っていうのをまあ勉強してこういろいろ改善しててっていう感じでやってたんです。でそれからですね、まあいろいろちょっと教えてもらいながら、その健康面と人間関係面と、あと時間を作るためにお金を使うですね、あとはその自分の本当にやりたいことだったり好きなことを追求するためにお金を使うっていう、まあこれをやってったらですね、まあ簡単に言ったらすごく毎日充実してったし、人間関係もどんどん輪が広がっていったし、寂しくなくなったし、別に物がなくてもいいやって思えるようになったし、でまあそういう感じになったんですよ。健康面に関しては言わずもがなだと思うんですけど、例えば僕の場合だったらこういうヨガマットを買うだったり、あとはプロテイン買うとか、あとはその、健康的になるようなその野菜だったり、その食事ですね、その自然な野菜を取れるような食事にこうお金をかけてったり、あとはその自分が食べたい時に食べたいものを食べるように、そのあんまりこう値段を気にせずにお金を使ったりとかですね、まあそういうことができてるわけなんです。であとは人間関係面なんですけど、僕がその今までその距離を置いていた人たちにまた会ったかって言われたら、別にそういうことではなくて、その僕がなりたい人、あこういう生活になりたいなとか、あこの人のこういう部分が尊敬できるなっていう人と仲良くしたっていう感じですね。別にもうオールジャンル、もうジャンル問わず老若男女いろんな人たちと関わってきましたけども、若くてもすごい尊敬できる部分とかいっぱいあるんですよね。あとはその僕のことを信じてくれて参加してくれた人たちに対してはもう会いに行ったりとかお金を使ったりとかっていうことをしています。でまあこうやって動画でもいろんな人がコメントをくれたりとかもしてくれますんで、やっぱりこれやっててよかったなっていうふうに思いました。僕がこういうことをやらずに、例えばいい時計買ったりいい車に乗ったりとかしていたら、やっぱこうまだ何でしょう、孤独だったかもしれないですね。やってみなきゃわからないっていうのがあるので、別になんかその高級なものを全部否定するわけではないですけど、僕もやってみたいですけど、でもそういったものは別に最後の方でよくて、それよりまず健康にならなきゃいけないし、人間関係面でも満たされないといけないですしっていう、あとはそのやりたいことだったり好きなことにお金を使っていくっていうことが僕はいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、言うのは簡単なんですけども、僕はそれに気づくのに 3,4 年はかかったかなというふうに思います。はい、皆さんどう思いますか。で動画の後半では僕がその汐留に行ってランチをする様子をこう動画でシェアをしていくわけなんですけど、自分がこう見栄を張るためにイエーイって言うために撮るんじゃなくて、こう僕が大切にしてる人たちにご馳走をするっていうので、まあ、ちょっと使ってきました、お金を使ってきましたということなんですね。まあ、なのでその様子をお届けしていきたいと思います。それではどうぞ。いただきました。
わあ気持ちいい、幸せになります。今日は10時45分に新橋に行けばいいということですね。それまでちょっと時間がありますんで、仕事していきたいと思います。でも全然いいので、あのそこは安心してください。まずい、やりすぎた、遅刻遅刻。いやー今日も最高にいい天気ですね。めちゃくちゃ気分上がってます。じゃあ今からもう一気に新橋の方に行きたいと思います。はい、着きました。汐留に来ました。めちゃくちゃいい天気で風も爽やかですごい過ごしやすいです。で、はい、今僕こういうところにいるんですけども、この汐留シティセンターというところの41階に向かいます。1階エレベーターより、1階から直通エレベーターが出てるんですね。了解です。はい、こっちですね。めちゃくちゃ高級感があってワクワクします。うーわー、めちゃくちゃおしゃれですね。どこもおしゃれっていう、しかも平日なのでちゃんと空いてるんですよね。またこれも快適でいいですね。降りてくるやつだよ、ハッピーウェディングとか。何ですか？鶏肉を一回水分別なんですよ。低温でゆっくり火入れて、はい、時間かけて。家とかで多分ちょっと鶏胸がパサパサになっちゃうんですけど、多分食べた瞬間にしっとり感が分かるか。低温いいですね、ありがとうございます。そこは初めてだよね。いろんなところが、おいしいこれ。いやー美味しかったです。すごい綺麗でしたし、おしゃれでしたし、眺めも良かったですし、食材も一個一個ちゃんと素材にこだわっていたので、すごく堪能できました。